白く三角形の部分が見えるのはお分かりでしょうか。はい、ライトつけます。見た目は半ズボンや腰パンを履いているように見えるのは私だけでしょうか。子ガメのうちからこれを肥満児と呼ぶのか健康優良児と呼ぶのか。幼児では肥満度を 15% 以上は太り気味、 20% 以上はやや太りすぎ、 30% 以上は太りすぎとされています。これはあくまでも人の子供の話ではありますが、ご参考までに。お久しぶりの草ガメのパコです。去年の10月に撮影動画公開して以来ご無沙汰しておりました。子ガメの計測も今年初めてになってしまいました。前回と同様ノギスで測ってみます。高潮はだいたい65から66ミリですね。続いて甲羅の厚さは前足が邪魔で見にくいですが30から31ミリってとこですね。尻尾の先っちょが取れたのか折れたのか短くなってなくなってしまいました。後ろ足の白いところがはみ肉になるのかな。横から見て甲羅からはみ出しているからやっぱりはみ肉ですよね。子ガメのうちからダイエットはありなのか、成長期には食べさせた方が良いのか悩むところであります。前足はそうでもないけど後ろ足白いところ脂肪の塊ぷよぷよ。最後に体重を測ってみます。重さは64gですね。前回の動画を見直して確認したら去年の10月に測定した数値と変わってないのはなぜ？見た目のハミ肉と尻尾の先っちょが短くなっている2点だけ。成長不良ですか？餌は与えたら与えた分だけ食べるけど。それではまた。